The 高知小選は自公推薦が現職破る米沢小選は自公推薦が破れる11月の26日投開票選挙結果振り返りということでですね、えー、本日は選挙結果のまとめについてやっていきたいなというふうに思います、えー、昨日は生配信お越しいただきましたありがとうございましたまあ、高知小選がねマジであの与野党どっちが勝つのかってところがまあ、かなりちょっと注目だったんですけども、えー、最終的に自己形推薦の方がまあ差し切りましたっていうところでしたとはいで今日はこの赤字の選挙について触れていきたいなというのは 思うんですけどもまあ、黒字でやります。三重県の稲部市長選ですね。はいまあ、こちらに関しては偽参政党の小西さんがまた今回出られていて、また落選されたとただねえー。1対一の構図なので、ま供託金没収ラインを超える得票率をえー、取られたっていうようなえー、結果になっておりました。ということですね。はい、じゃ、まずですね。えっ、ー、と山形県の米沢市長選から触れていきたいと思います。ここはえー、自己系の推薦の新人候補に対してえー、元衆議院議員のあの野党系のね。支援を受けていたえ、近藤洋介さんがえー、当選されました。 と,いうところで,でこの近藤洋介さんは、まあ、ちょっとねこの当選っていうのは、まあ、結構ですね まあこう、ぐっと来るものがございまして、まあ、前回のねえ、2019年の米沢市長選でえ、なんとですね、24票差でえ負けていた方なんですよ。え無所属現職の中川さんという方が2万241票でえ、そして新人の近藤洋介さんが2万217票、24票差だったんですけども、今回はね、ですね票数伸ばされてますからね、え2万217票か2万1308票に伸ばされてるというところで、まあ、前回落選されてからそのまま地道に活動されて、まあ、それが実ったという、うんえー、状況でございます。でね、こう2019年現職、 今回は出てないんですけども現職の中川さんもねすごいなんかきっぱりしてるなというふうに思ってまして、えー、2期8年までとする条例を、ね、作ったんですよ。 結構ね自分で首相人気はこれまでレッすよを作ってそれを破られるね師匠とか結構い,らったりい,らいるんですよ、元埼玉県知事で、えー、今、国会議員やってる上田清さんとかね、えー、自分で条例作って自分で破るみたいなね、えー、こういう、ね、ことがあったりするんですけども、えー、中川さんに関してはもう自分は師、ね、匠2期8年までしかやりませんと言って,てそこを、えー、きっぱり、えー、終わられたっていうところは、まあ、素直にあすごいなっていうふうには、えー、思いました結構ね3期12年とかにもする方いるんですけど2期8年できっぱりやめられたっていうような、えー、感じですね。まあなの なので、まあ、こう中川さんが次で辞めるってことも分かってたんで、近藤洋介さんとしては、まあ他の時よりもちょっと動きやすかった部分はあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、減、ま、少、あ、が切り替わるタイミングがまあ一つあったということですと、はい、でそんな中で、まあ、近藤洋介さんは一応、自民党っていうところを、ね、掲げていて、えー、いたんですけども、立憲民主党、国民民主党、共産党の支援とかも受けてあたところで、まあ、国会議員で言うと、国民民主党の船山康生さん、山形で参院選で当選している方です、そして無所属で羽賀道也さんの参議院議員ですね、そして山形県知事も野党系なんですけども、吉村芽子さん。 はい、そして、えー、と元総理大臣の野田芳彦さんとかも応援を入ってましたというような、えー、感じでございます。で、この近藤洋介さんは元と衆議院議員で、山形2区でね、えー、ずっとあの活動されていた方なんですけども、えー、もう5期務められていて、まあ、2009年に感謝て小選挙区で当選していて、えー、それ以外のところは比例復活の方でございました、元民主系ですね。はい、で2017年の希望の党で落選して、えー、前回の米沢市長選に出て落選してで、今回当選というところで,で、この近藤洋介さんが強いところは、まあ、無所属で野党の支援を受けてる んですけどもお父さんんがバリバリリの自民党でで活躍してた方なんですよ、えー、宮沢内閣でね労働大臣とかもやられてたりとか、まあ、中曽根内閣で経済企画長,長官とかもやられているような、えー、方になっておりまして、まあ、結構ね、まあ、この東北で野党議員で強い方って結構ち父親がってか、えー、お父さんが政治家でもともと自民だった人とかが、まあ、結構野党で活動してるんですけども保守の票も取れるみたいな結構ことがあったりするんですけども近藤さんも結構そこの部分は一つあったのかなって っっってててていう風にもえちょっと見てて、えー、思ってますあとね、最近ね、山形県知事の吉浦明子さんが応援している人が結構勝ってるってところで、結構ね、今、自民党が山形県内でめっちゃ負けてるんですよ。えー、今年で新庄市長選山形3区。 今ね、大臣になってる加藤英子さんの応援している方がえこうが負けたりとか、山形2区、大石田町長選ですね。これもえ今回、山形2区のエリアがこれ、米沢市になるんですけど、同じ山形2区の大石田町長選でもえ自民党が負けたりみたいなことがえございました。なのでね、山形2区の鈴木紀一衆議院議員、自民党でね、衆院選、小選挙区で通ってる方がいらっしゃるんですけども、これは痛い連敗になるなと。ただ、鈴木紀一さんに関しては、あのー、 次の衆院選、山形2区で、まあ、野党誰が出るか、まあ、人にも決まっていないような、えー、状況になっていて、前回の衆院選で人国民民主党の方が出ていたんですけども、じゃあ次、山形2区で野党系は誰が出るのかみたいな、えー、ところも一つになってくると思いますので、まあ、そんなになんかここの近藤祐介さんが勝ったからといって、山形2区、次の衆院選になんか自民党にマイナスになるかというと、なんかそういう感じはなんかまだ個人的にはないのかなというふうには、えー、見てて思っています。 でではなくてですね、えー、元米沢市 SDGs 推進参与で、えー、結構ね若手の首長が結構応援入ってたんですよ。えー、山形市長の佐藤さんという方だったりとかいくつかいってたり、あとね、なんか、えー、J リーグから表彰されていることもございまして、なんか高校生に向けたマーケティングがモンティグ山形絡みみたいな,なんか感じで、なんかそこでね、えー、J リーグへのマーケティングみたいなところでなんか、えー、表彰を受けてたりみたいなところで、結構スポーツ関係者からも応援を受けたりとかね、いう形で結構若者からの票もね集めそうな雰囲気の38歳の、えー、新人の方だったんですけども、 えー、近藤さんの知名度だったりとか、この近藤さんの活動量、やっぱり24票差で負けた方はね、やっぱり次、何としても応援したいっていう気持ちがね、働くんじゃないかなという風に思ってますので、まあ、ここが強かったなと思います。で、自民党はね、石破さん、も定幹事長ってね、もう結構、もう本気で、えー、投入するぐらい。 やってたんですけども、えー、負けましたって形ですね。伊藤さんに関しては、早朝100人辻出しっていうね、まあ、朝辻出しする際に100人集めてやるみたいな、えー、こともやってたんですけども、及ばずっていうような、えー、感じでございました。で、もう一人ですね、えー、と皆川真紀子さんっていうね、無所属新人の方が出てたんですけども、えー、この方はね、も、えー、ともと米沢の市議会議員を、えー、務められたこともありまして、えー、ただですね、えー、と2022年の参院選は NHK とで福島選挙区で出られていたと。で、えー、落選されて、2023年の県議選、米沢市選挙区で出られて、そこでも落選されているというこで、えー、とで、2015年 の米沢市議選では当選してたんですけども、その後 NHK 党に入ってそれがないっていうような形ですね。一応選挙候補とか見ると、周りとしっかりとしている選挙候補で NHK 党首がてか NHK に関する内容が一つも欠れてないっていうような状況だったんですけども、1126票でまあ大惨敗っていうような三浦美幸さんはそういった結果になりましたというような感じでございます。はい、まあ米沢市長選はね、まあ近藤義介さん24票差をひっくり返したという、えー、ひっくり返したというかもう前回のこの悔しい気持ちを忘れずに活動されて、えー、見事。 当選されたっていうような、えー、形でございますで一方 事故が、まあ、今回、現職を破ったのが、この高知商戦選ですね。まあ、僕の YouTube チャンネルでも事前に1本動画撮るぐらい、まあ、この高知商戦選はどっちが勝つのか分からないというふうには、えー、言われておりましたと。えー、無所属新人の桑名隆吾さんが、えー、5万4600票、そして無所属現職5期務められていた、えー、岡崎誠也さん70歳の方が5万2539票というところで、まあ、開票率85%の時だと、まだね、どっちが、えー、同じ票数だったんで、最後どっちが差し切るかみたいなところだったんですけども、えー、自民、公明の桑名隆吾さんが当選されたということですね。で桑 桑名隆吾さんのね、簡単にちょっとお会いしたいと思うんですけども、えー、元とと自民党の高知県議、高知市選挙区で4期務められていた方になっておりまして、えー、高知市って、えー、と衆議院選挙の小選挙区でいくと,、えー、と、高知1区になるんですけども、えー、そこで自民党の国会議員の中谷源さんが、えー、いらっしゃいますとで、この桑名隆吾さんは中谷源さんの義理の兄っていうですね、えー、そういった、えー、方になっております。でちなみに前回の あのー、2019年の高知市戦ではこの桑名龍吾さんは現職の岡崎誠さんの応援入ってたんですよ。 前回応援してても変わらず、今回は、えー、対決するっていうような流れになりまして、なんでクワん桑名さんの,この支援者と現職の岡崎さんの支援者結構かぶるみたいな、えー、報道なども出ておりまして、で実際、県医師連盟、高知市支部だったりとか、えー、こっちは桑名さんの方に入って、高知商業振興政治連盟に関しては岡崎さんのほに入るみたいな、えー、そういった、えー、報道のされ方も、えー、しておりましたという感じです。で、桑名さんの勝った大きなポイントとしては、やっぱり高知知事選とですね一緒に連動してやることができたっていう、えー、ポイントがあったと思う 持ってておりまして、えー、2023年の高知県知事選ですね、もう現職の、えー、浜田さんがもう圧倒的に、えー、自公推薦で、もう当選最大19万7816票で、えー、2位が共産党推薦のね、えー、米田、えー、高知県議なんですけども、3万3303票ってとこでしたということですね。なので、えー、この現職と桑名さんがセットで活動することができたっていうのは、えー、めちゃくちゃプラスだったのかなというふうに思います。はい、一方、現職の岡崎さんは、やっぱりこの70歳という高齢批判っていうか、かなりあったんじゃないかっていう部分と、 あと、立憲民主党、国民民主党、社民党推薦で、で今まで、ね、共産党と対立したんですけども、共産党は後者を立てず自実習支援に入ったんですよえ。自民が勝つよりはマシだっていう理由で、まあ、共産党は後者を立てないっていう、ね、えところだったんですけども、結構岡崎さんは、共産党と、ね、ちょっと距離を近づけておりまして、え実際、なんか共産党の会合に、えーたえーたかえー、共産党の推薦している米田さんの会合に岡崎さんが参加したみたいな、えそういったお話もございまして、えそこでえ桑名陣営は、えー 保守 VS 革新の戦いですみたいな形で、そこのちょっと共産党が絡んでいるところを一つの攻め手としてしてたりみたいな、えー、ところもあったんで、えー、と現職の岡崎さんはもともと結構保守の票も、えー、かなり取れる方であったんですけども、なんか出口調査とか出ていると、えー、自民党自公推薦の桑野さん、しっかりと、えー、自民支持層7割固めたみたいな、えー、そういったお話もあったんで、結構岡崎さんが自民支持層をあまり取ることができなかったっていう、えー、ところですね。ちなみに2015年の高知市長選に関しては、自民党は岡崎さんの完全に推薦とかも、えー、出しているような状況でしたので、 はい、そこはね、ちょっと気になるポイントだったのかなというふうには、えー、と思います。中にはね、支援団体で自主投票のところもありましたってとこで、はい、まあ今回、現職の岡崎さんが敗れてしまったというところですね。実際、桑名隆吾さんの選挙候補とか見ていくと、6千阻止みたいなところで、まあ、やっぱこういった多選批判みたいなところが強いと思いますし、えー、チャレンジというワードで、女性副首相の起用とかもね、そういったところも、まあ、戦略みたいなところもかなりうまかったのかなというふうには、えー、見てて思ってます。はい、で、本当、自民党からするとめっちゃ大きいのが、三位徳島校長選で、まああのー、自民党公認の西 健さんが、えー、無所属の広田一さんに野党系の方にに、ね、負けしたってことがあったんで、もし高知市長選で、ねえー、負けると、これが自民2連敗みたいな、えー、感じになって、まあ、高知の自民の、ね、結構勢いみたいなところはそがれる展開になってたかもしれないんですけども、えー、ここで連敗をストップできたっていうのは、結構、えー、プラスだったのかなって思います。米沢で負けて、ね、高知も負けると、さらに岸田さんへの影響みたいなのもあったと思いますので、まあ、ここが大きかったのかなっていうふうには、えー、見てとて思ってます。はい、でもう一個でですね愛媛県のの、えー、木町長選ここの結果が衝撃的でして 無所属新人の田中康介さん。あちょっ、すいこれ60歳じゃないですね。はい。ええー、田中康介さんが、えっと、現職の、えー、岡本さんにですね、えー、 トリプルスコアをつけて語りましたっていう。<laughs> なんで新人が現職に対してトリプルスコアつけてるんですかっていうところです。一応、田中康介さんは別に政党の支援というよりも、一応ね、なんか自民党の議員さんのた、ね、め書きとか入ってあったりするんで、だから政党間の対立っていう感じではなさそうな雰囲気ではあったんですけども、一応ですね、まあ、現職の岡本さん、まあ、これが理由かは分かんないんですけども、一応ですね、ニュースで叩かれてたことがございまして、成人式、新成人に対して、 勝手に死んだら AY 正木町長が不適切発言、愛媛新聞2022年6月13日ってとこであで、のー、新成人がね、なかなか帰れなかったし、に対して、まあ、じゃあそのまま勝手に死んだらええわいみたいな発言をしたみたいなところで、まあ、結構叩かれているという、えー、状況がございまして、まあ、これね、ウィキペディアとかも載ってるんで、もし興味ある方、ぜひね、読んでいただければと思うんですけども、まあ、結構過激な発言をしてしまったっていう、そういった失点ポイントもあったのかなというふうに思います。はい、で田中康介さんに関しては、ネットの発信とか、かなりグーグルとかもジャックしているような、えー、状況になっていて、まあ、めちゃくちゃ めちゃうまいなというふうに、えー、思っておりましたので、まあ、かなりそこの新人の勢いのつけ方みたいなところだったりとか、まあ、あのーまあ、他にも多分ね、なんか根本的な理由はもっと、なんかこれだけ票差離れてると、もっとなんか大きな理由があるんじゃないかなと思うんですけども、えー、田中康介さんが新人の方が現職に対してトリプルスコアで圧勝されたというような選挙でございましたという感じでございます。はいということで、まあ、今週もね、えー、注目の結果がいっぱいございましたけども、えー、来週は上尾、えー、市議会議員選挙だったりとか、えー、そして、 朝霞市議選とかねまあ、注目の選挙いっぱいありますので、えー、取り上げていきたいなというふうに思いますぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします